凛しすぎる2世タレント。芸能界きってのゴールデンファミリーといえば木村拓哉と工藤静香夫婦で、誰も異論はないはず。長女はモデルでフルート奏者のココーミー、次女も同じくモデルで主演俳優でもあるコーキー。様々な世界的ブランドのアンバサダーを務めるコーキーは顔面偏差値最強の20歳といえる。そんなコーキーに負けずとも劣らないグローバルな活躍をしている美女2世タレントが増えた。紅白歌手でもある大人気ガールズユニットニジューのメンバーであるリマオを、父がヒッツホップアーティストのジーブラオダー、母はモデルの中林ミラ。しかしニジューの人気が日韓を中心に大爆発した20年に、ジーブラが女性とリゾート旅行している姿が写真週刊誌フラッシュに撮られた。幸いにもニジューへの活動に支障をきたすことはなかったが、ジーブラは後に離婚。2度目の結婚も自身の女癖の悪さが原因で破綻した。今月再始動した女性のメタルダンストリオターペーター氏のメンバーにも父親が有名人の人がいる。モモメタルだ。本名は岡崎桃子で、父は漫才師の博多華丸大吉の華丸。バビメタルは10年にアイドルとメタルの融合をコンセプトに結成。18年にユーメタルが脱退してからは、スーメタルとモーメタルにサポートダンサーたちが加わり、支えてきた。モモメタルをそのサポートダンサーだった。モモメタルこと岡崎の芸能活動は、女子小中学生で結成されたグループ桜学院でスタートした。ティーン雑誌のレギュラーモデルや俳優としても活動し、グループ卒業後は海外へ留学。帰国後の19年からバビメタルへの世界ツアーに同行し、今春に正規メンバーとなった。4月から6月にかけては、イギリスやアジア、オーストラリアなどの世界ツアーを実現。パワーアップした3人組となった。同じくモデルで俳優、抜群のルックスを誇るのは河本。父は野々村真で、母は元アイドルの野々村俊恵。ティーンが選ぶなりたい顔ナンバーワンに輝いた河本は、ティーン向けファッション雑誌にご星、プチニコラ、ポップティーンの専属モデルを経て、ノンノーの現役モデル。今年4月期は、ドラマ、ガチ恋粘着獣、と、春は、男子恋せよ男子。で、ダブルヘッダーという売れっ子ぶりだった。美しすぎる2世タレントは、今後も増えそうだ。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。